しょ、ちょ、皆さん、こんばんこんにちは。FM キノワンをお聞きの皆さん、そしてビーチから聞いていただいている皆さん、こんにちは。今日は入りました？ちっちゃい。OK。じゃあ改めて。FM ギノワン、そしてトロピカルビーチでこの放送をお聞きの皆さん、こんにちは。キャプテンにマカチョウ系のお時間始まりました。今日は7月18日ということで海の日ということで、あ、そういつものちょっとキャプテンちょっともうちょっと黙っとってもらっていいですか？そうですか。今ね、オープニングリングでちょっと私今一番いいとこなんですよ。もう一回、7月18日、海の日のキャプテンにマカチョウ系ということで、今日はいつものスタジオを飛び出してトロピカルビーチから生放送でお届けしていきます。やったー。大丈夫か？ちょっともうちょっと盛り上がってくださいよ。いや、今ね、私のあれだと、はい、こうわーってこう拍手がね、はいはいはい、出る予定だったんですけど、はい、トロピカルビーチから生放送でお届けします。なんかテンション低ちょっとキャプテン、テンション上がってね、上げていただきたいと思うんですが、はい、今日ですね、この後4時56分まで生放送でお届けしていくわけなんですが、はい、今ツイキャスとかユーストリームでご覧の皆さんは、うん、あれ、なんかこの番組いつもの番組と違うなと、うん、違うね、思われてるかもしれないです。ナイトガレージではございません。そうそうそう、今日はあのやらやみちゃんが、ね、うん、どこか取材に行かれて、はい、欠席ということで、またたまたまエコさんが、そう、天の声のエコさんが、あ、スタジオにいらっしゃって、うん、もう出ちゃいましょうということで、このメンバーそうそうそう、まるっきりナイトガレージでございます。はい、気づいたらナイトガレージメンバーで、この後、はい、夜の後4時56分まで生放送でお届けしていくわけなんですが、はい、先ほどキャプテンからもお話があったんですが、あゆみちゃんファンの皆さん、ごめんなさい、今日はあゆみちゃんがお休みということで、急遽ナイトガレージ MC のヨッシー映画、そうですね、ね、この後、そう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 、代、うん、役でね、務めさせていただきます。うん、本当にね、私、海大好きなんですけど、はい、今日1回目の放送が、はい、海の日、海からということで、まさにね、うん、当たり引いたみたいな感じで、このビーチから私、代役させ役させてもらえるということで、本当ラッキーだなと思ってるんですが、まあ、最初で最後なんですけどね。これで最後、時間が変わりますからね。あ、そうなんです ね、はい、じゃあ最初で最後の美味しい1回を私吉江が、うん、この後ですね、代役ということで務めさせていただきますが、はい、今日もキャプテンと、はい、そして D でございます。なや。そしてナイトガレージでは天の声の、はい、はい、エコザエロです。はい、この4人でお届けしていく、はい、していこうと思います。どうなるんでしょうか。そうそうそう、今日の放送は、はい、Dがもさもさとなさとなんか、いつもよりもせわしなくですね、なんかああでもないこうでもないでもないという形でバタバタしてますけど、はいはい、放送事故がもしかしたらあるかもしれないので、そうそうそう、よろしくなんていう事前に通知が D の方、はい、D の方から来ておりますが、ね、まあ、そのね、はい、何があるか分かんない感じも、はい、こういったサテライトスタジオというかですね、特番の醍醐味と思いますので、はい、ですので、まあ、そういうのも楽しんでいただきながらね、そうですね、聞いていただきたいと思いますが、はい、今日はですね、まあ、海の日ということで、うん、ぜひ今日のメッセージテーマ、はい、沖縄おすすめの海を教えてということで、トロピカルビーチからお届けしているんですけど、うん、まあ、ぜひですね、いろんなここの海おすすめだよっていうのをね、教えていただきたいなと思っています、はい、というのもですね、実は私福岡から、はい、毎週来てるんですね、沖縄に、贅沢なことに、はい、ということで、まだ沖縄の海とか知りませんし、はい、そしてこれ全国でユーストリームとか聞いていただいてる方はね、見ていただいてる方もいらっしゃると思うので、で、うん、これから沖縄に行きたいななんていう方もね、うん、いっぱいいらっしゃると思うんですね、うん、ね、うん、なのでそういう方の参考にもなると思いますので、うん、ぜひですね、地元の皆さんのここいいよ、行ってみてねっていう海をですね、教えていただきたいと思います、うん、いいよ。ちなみにですね、エコさん、はい、エコさんはどこがおすすめですか、おすすめの海。地元でいい、地元宮古なんだけど、うんうん、じゃ沖縄県内だったら、うん、都の海は透明度が一番高いはずなんですよ、うんうん、そう、県内でも。そうで本当にまた穴場があって、うん、自分の部落長間底って、長間というところなんですけど、うん、長間底、うん、行ったらもう本当人がいないけど、白い砂浜と本当透明度高い海があって、うん、いいんですけど、ただうちはシャワーとかそういう施設がないんで、あ、はい、それを覚悟して行ってください。なるほど、うん、
だけど貸し切り状態と思ったらいいですよ、はい、プライベートビーチみたいな感じで、ね、楽しんでいただけるということで、うんうん、いいです、はい、いいですね、はい、まあ、ぜひですね、そういうここの海行ったけどよかったよとか、ここに行くならこうならこういうのに気をつけた方がいいよとかですね、あればぜひ教えていただきたいと思います、はい、今日は海の日ということで、トロピカルビーチから生放送、まあ、あのリゾート感出したくて4人揃ってですね、サングラスをかけて、はい、この後よ AKB ファンさんからおめでとうございます、こんにちは、男性はサングラスですかと、うん、私もかけてますよ。そうそう、かけてます。僕でかぶってよしえちゃんが見えないという、まあちょっと放送事故的なことになってますけれども。まあそんな感じでライブでね、楽しくやっていきたいと思いますが、はい、この後最後までお付き合いいただきたいと思います、はい。さあ、それでは今日のオープニングナンバーなんですが、はい、このオープニングナンバーは、キャプテンが大好きな曲、リアン・ライムスですね。うん、ですね、うん、そうです。How Do I Live ということで。はい、もうこれ聞くと癒されますよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあ綺麗な海を見ながら、この曲を聞きながら癒されていただきたいと、恋人の人たちもね、思います。はい、そうですね、恋人の方も、はい、そうじゃない方も、シングルの方も、うん、ぜひ癒されてください、はい、今日のオープニングナンバーリアン・ライムスで How Do I Live。
学生、あ、そうかそうか、学生さんがね。ちょっと天気も悪いから、ほんまやったらね、天気良かったらすごい、あれ、あれでしょうね。いや、来てたんですね。やけどしますよ、日焼けどころか。ね、そうかそうかそうか、そうか、これぐらいが本当にいいんです。さあ、キャプテンにマカチョーケ、今日はトロピカルビーチから生放送でお届けしていきます。なんかあれですね、うん、特番以外では初めてらしいですね、番組がこのトロピカルビーチでやるのね。まあ、そうですね、自社制作以外では初っていう。おあ、でも最後でしょ。そう今週から番組曜日変わりますからね。いやいや、はい、最初で最後ですよ。なんか今日キャプテン弾け切れてないけど疲れてますか。いやいや、そんなことないですよ。僕は冷静に現実を目の前をこう、うん、しっかりと見てですね、で未来を、まあ、はい、どうぞ。少しね、さっきパラッと雨が降ったんですが、そうですね、この後の宜野湾市は、はい、夕方5時晴れ曇り、その後はちょっと雷を伴って夕方6時9時以降ですね、うんうん、曇りというお天気になっているんですが、まだまだ比較的に、うん、ビーチで楽しく過ごしていただけそうですので、うん、ビーチでお楽しみの皆さんも、はい、ビーチに行った感じで聞いていただいている皆さんも、ね、この後引き続き楽しんで聞いていただきたいと思うんですが、はい、さあ、今日はですね、ニュースソース、いつもいろいろなニュースをピックアップして、まあ、キャプテンがバッサリと切ってぶった切っているわけなんですが、そうでしたか。僕は温厚な感じで、はい、はい、ね、やってますけどね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあそんな感じでいきたいと思うんですが、はいはいはい、今日はキャプテン、ズバリどんなテーマについてお話しいただけますか、うん、ですね、僕ちょろっと見て、うん、僕が好きと言ったらおかしいんです、けど、別に右翼でも何でもないんですが、うん、天皇さんがね、はいはい、生前の即位をご希望されてる体ね、で、まあ、要は天皇さんのね、そうそう、まあ、受け継いでぐという話をね、はい、されたということを聞いてね、やっぱり一般の方に近いというか、うん、まあ、200年ぶりの、はいはい、ことらしいんでね、天皇さんが生きてて皇太子さんの方、今の皇太子さんの方に、まあ、天皇権を移すと、うん、いうことでね、僕のおじいちゃんがですね、はい、昔国鉄ね、今の JR に勤めておられて保線区をやってたんですけど、昔にその美智子皇后が昔、皇太子妃だった時の美智子さんを見られてすごい綺麗かったらしいんですね。で、やっぱりもともと正田家といって、まあ、粉屋日清製粉のね、創業者かな、娘さんでしたかね、それで、まあ、今の天皇さんに射止められて、まあ、結婚したいということで結婚されたんです、けど、まあ、僕の祖父はそれを、まあ、綺麗な美智子さんを見て、僕一つ下に妹がいるんですけど、はい、同じ漢字で同じ名前で美智子とつけたと、いうぐらいね、まあ、いろんな話を昔から僕は聞かされてて、でやっぱり美智子さんがですね、皇后がやはり一般的な方ですから、うんうん、やっぱり国民と一緒に歩んでいきたいということでね、やっぱり国、まあ、言ってみたら一般社会と同じように、まあ、亡くなってからっていうわけじゃなくてね、生前にね、まあ、退位したいという意向を、まあ、示されたというね、天皇さんがね、やっぱり美智子さんの影響もあるだろうし、僕は大好きですね、あの二人はね、やっぱり震災があればすぐ飛んでいっておられるんでね、僕的にはすごいそれを聞いてまたホッとしたというか、はい、まあ、この国に生まれてよかったなと、別に右翼ではございませんよ、そういう団体とかではございませんが、やっぱりそれを聞いて、日本もまだ捨てたもんじゃないんだなと、思いましたけどね。なるほど、生前退位、これも結構いろんなニュースで取り上げられていて、結構いろんな、ね、意見が出ているようなんですが、うん、じゃあ20代のまず、D は、どう思いますか。僕の意見ですけど、そもそ も今の人っていうのは、あまりそもそも最初前置きでキャプテンが、僕は右翼じゃないですけどっていうふうにおっしゃったように、そもそもその言葉をつけないと皇室のお話ができないっていうことがおかしいな世の中であって、で もちろん憲法にも象徴って書いてあるので、その象徴についての、議論をするっていうのは、まあ、至って当たり前のことなのかなと思いますし、またそれでそのなんていうんだろう、この活気の陛下をそのお迎えして万歳とかっていうのは別に至って普通のことなので、特にそう、まあ
本当にキャプテンのようにもう前置きをしないといけないっていう世の中はちょっとあんまりよろしくないなと思って いいこと言うね、はいはい、であとまたこの皇室っていうのがその西洋の王室とちょっと違って、もともとはその神武天皇から始まってるっていう神話のもとに始まってるっていう点もありますし、そもそもこの125代ずっとこう続いてきて、で日本人がそれを信仰してるっていう意味があるので、うん、ちょっとそのまたそのなんて言うんだろうな、象徴も含めながらも、うん、なんて言うんだろう、ちょっとその宗教的なニュアンスが若干入ってるので、ほうほうほう、そもそもその天皇陛下の一番大事な公務のが祭祀っていうお祈りなので、うんうん、例えば正月に、うん、そのお祈りしたりとか、うん、その様々なその月でそのお祈りとかしてるので、うん、一番大事なのはこれなので、もしこれがに支障が出るんだったらその退位っていう話はやっぱりその考えないといけないなと思うんですけど、うん、今のその憲法上摂政とかいろいろあるので、うん、そういうふうなやり方でやっぱりそれを含めてみんなで議論しないといけないのかなっていうのが僕の考えですかね。素晴らしいこれからサングラスして、あの番組だったらどうや、そのサングラスが荒れちゃうか、あの、アツシとかと、エグザイルのアツシとかと一緒でね、うん、歌うときにサングラスかけないと歌えないみたいな。ね、今、サングラスかけると、いろんな自分の意見を言える。いやー、僕は今、すごい感服しましたね。はい、はい。先週の中のキャプテンのね、はい、メガマスクしてると、ものすごいいろんなこと言えるみたいな。そうですね、そうですね。D も、メガネかけて、手にマイクを持つと、そうですね。ものすごいいろんな言葉がね、思いが話せるっていうことなんですよ。すごく10近くね違うんですけど、はい、素晴らしいなと思って、このサングラスね、D がパワーアップしたサングラス、この売店2300円で売っておりますので、ね、皆さん買っていただいて、皆さんもパワーアップしていただきたいなと思いますけれどもね。はいはい、パワーアップ、ね、素晴らしい意見いただきましたが、エコスさんどうでしょう。もうほとんど言われたんで、うんうんノーコメントで。いや本当になんか天の声も黙り込むというこの天まで言いづらい、言いづらいですね、言いづらいですね。いやでも本当総括してね、今D にお話いただいて、どっかのあれか学者が来たんかなと思いましたけどね。本当にいやいやね、びっくりしましたが、でもね、なるほど本当に納得ですよね。そうです。まあここの沖縄っていうのはね、やはり終戦後もね、何ヶ月もまだ終戦しなかったとか、本土のね政治とはちょっとかけ離れた感じであるとであるとかで、やっぱりちょっと本土の方ね、うち内地の方とはちょっとね考え方が違うっていうこともあるとは思ったんでね、うん、どうなんかなと思うと ね地元の、ね、方がこれだけ、立派な、いや僕は彼の話を聞いて、日本も、ね、捨てたもんじゃないし、今いろいろ言われてるじゃないですか、はいはいはい、日本で変わってるとか若い子はどうやって言われてますけど、はい、彼23歳ですけども、はい、ちょっともう僕の番組は与那嶺 D に真花町家っていう名前に変えようかなって、ちょっとそろそろ思っておるんですけどね。でもそもそも僕がその関心を持ったのが、はい、その今の天皇陛下ってすごい沖縄のことを思ってくださ、そうでこういう話があるんですよ。その6月23日沖縄慰霊の日なんですけど、うん、やっぱ沖縄とっても大事な日なんですけど、うんうん、やっぱり日本の方っていうのは、まあ、本土の方とかっていうのは、うんうん、その終戦記念日とか、そうなんですよ、広島長崎に原爆落ちた日っていうのは、まあ、まあもう知ってると思うんですけど、うん、この6月23日のことよく知らない方が多いみたい で天皇陛下が日本人には忘れてはいけない4つの日っていうのの中に6月23日っていうのを挙げてらして、うんうん、で、うんうん、こういう話があるんですよ。かつて天皇陛下がニューヨークに行かれた時に、うん、その6月23日の午後12時を迎えたときに、そのちょうどそのニューヨークの市長の晩餐会に呼ばれていて、はい、で出席されないといけなかったんですけど、すいませんちょっとだけその遅くなってもよろしいですかって声掛けをして、はい、日本時間の6月23日の正午に沖縄の方向に向かって手を捧げられたっていうエピソードがあるんですよね。僕はそういう話とかを聞いて、であ今の天皇陛下って沖縄のこと思ってるんだっていうことで、うん、まずちょっと関心を持って、そこからちょっとずつ調べるようになったんですよ。なるほど。なのでだから別にその今の子っていうのはただ単に教えられてないから、うん、そもそも関心がないだけの話であって、ちゃんとこれがニュースとかで、うん、みんなでそのちゃんとした議論をすれば、そうなんだ、みんな普通に話せるようになるのかなとかなとは思うんですけどね、うん、でもやっぱりこういう話をすると同世代にはちょっと右だとかっていう風な感じでちょっと誤解されるんですけど、はいはい、決して別にそういう意図は全くなくてですね、ただ単に事実をこういう風にあるんだよっていう風に思っただけなので、うん、
いや、俺あれいっぱいやと思うな。いやいや、ちょっと見直したな。いやいや、あ、うん、今までどう思ってたんですか。今はちょっとそれはあれやんか、ちゃんと思ってたよ、愛してるよ。あ、いや、どうも。愛は変わらずに。いや、ちょっとビーチの前でね、これ言うと変な感じ、変な感じになっちゃいます。ほら、マイクも今倒れましたからね。動揺してるけれども、いや、でも本当に若い世代でもやっぱりそういう風に、そうだな、ぜひ考える、これきっかけになったらね、いいなって思いますよね。その天皇のご公務にやっぱり差し支えるということで、今回のね、隊についておっしゃられた一文はありましたが、そうですね、じゃあ公務は何なのかとか、ね、ご公務とはいつも何をされてるのかとか、じゃあ日本国民として私たちが知ってるかって言ったら正直わからないくて、例えばその被災地のところに赴くとか、何かこう海外のご公務に行かれるとかっていうところでしか見られないんだけれども、でも日々本当にですね、毎日毎日その国民のことを思ってとかいろいろされてるわけなんですが、なかなかそこには触れられないし、ちょっとこう触れてはいけないところというか、触れてしまうと、ね、なんかちょっとやっぱり偏って思われてしまうっていうところではあるんですが、やはり日本国民たるものですね、天皇陛下、ね、やはりそういう皇室っていうことについてはきちんとやっぱり学びたいと思うし、知りたいと思うので、今回そのね、皇室典範もそういうふうな縛りはないわけじゃないですか、決まりはね、ないわけなんで、そういったことをおっしゃられた、その裏側にはどういう思いがあるのかとか、やっぱりそういうことも考えながらですね、ぜひ考えていく一つのきっかけになったらね、いいんじゃないかなと思いますね。ニュースでもまだまだいろいろとこの件については取り上げられているので、いろんなね、情報とか聞きながら、私たちはどう考えていくのかなっていう一つのね、いいきっかけになればいいんじゃないかなというふうに思っております。いや、そうよ。だからもう僕からしたら、本当にね、もし退位されるんであれば、今まで本当に激務だった公務もあったでしょうし、本当にお疲れ様と、あとはゆっくりね、美智子さんとですね、愛をね、育んでいただきたいなと思いますね。普通の夫婦に近い形でね、もう公務とかなしで、今まで一緒にね、共に手をつながれて、今までされてきたでしょうからね、いろんなことをね、乗り越えてこられたと思うんでね、お疲れ様でしたと。はい、ということで、今日は天皇陛下の生前退位についてお話しいただきました。ありがとうございました。さあ、ということで、時刻は4時22分に、なっておりまして、もうすぐ23分になろうとしているんですが、今日は海の日のマカ長兄ということで、トロピカルビーチから生放送でお届けしているんですが、トロピカルビーチ はベイスターズのキャンプがこの近くでやってるんですか。はい、そうです、やってます、やってます、毎年ね、2月にね、はい、お知り合いの方がキャンプいますけど、今年は行きませんでしたけどね、はい、去年行きましたけど、ね、いらっしゃるということで、そういったグッズなんかも売ってるんですが、非常にリゾート感あふれる、放送に、ね、したいなということで、今日は4人サングラスをかけて、そうなんです、結構みんなイケメンとあれですね、美女ですな、こう見ると ね、 そうね、サングラスしとけば ね、はい、そうですね、いいですね、はい、ぜひまたスタジオにもトロピカルビーチ近く通るよという方は、ね、遊びに来ていただきたいなと思っておりますが、そうですね、はい、今日はおすすめ沖縄おすすめの海を教えてということで、メッセージテーマさせてもらっていまして、あとは泳ぐなら海派、プール派ということで、合わせてちょっと聞いていきたいなと思ってますので、この後ツイキャスとかメッセージお待ちしております、はい、メールのアドレスちょっと言ってなかったんで、ここでお知らせしておきますね、はい、7997@fmginowan.com、 アルファベットはすべて小文字でお願いします。7997@fmginowan.com となっています、はい、この後56分まで受け付けていますので、ぜひ皆さんのおすすめの海教えていただきたいと思います、はい、ちなみにキャプテンは泳いだりするんですか。泳ぎますよ、僕バタフライとかできますよ、はい、綺麗に。一応スポーツ選手でしたからね、昔ね、だから水泳なんていうのはなかなかやっぱりそうトレーニングの一環としてやっておりますから、泳げるのは泳げますよ、でも海では溺れますあの海ってね、プールって同じ一定の深さやからいいじゃないですか。海ってパッと泳いでたらいきなり底がつかなかったりとかするでしょ。分からないでしょ、その底が。あれで僕何回か溺れかけましてね、怖いですよね、はい、もうよく生きてるなって思うぐらいなんですけどね、はい、宮古出身ということで、エコさんは、やっぱり泳ぎは得意、得意っていうほどじゃないですよ、ちょっとは進むけど、基本自分って小さい頃から、眼鏡つけて
ヒレフィンつけて、うん、あのそのままちょっと深みまでちょっと遊びに行って潜って潜ったりするので、普通にあのバットプライスそういうそういうヒレできなくて平泳ぎちょこちょことかクロールちょこちょことかそういう感じでは泳ぎます。ただメインはまあちょっとフィンつけてそこら辺ぐるーっと回りながらシュノーケルつけてちょっと潜ったりか。宮古は意外とあのサメが出るんでね、泳げる、あの地域が決まってるんですよ、確か。そうなんですね、はいはい、だから今はですね、今はね、昔はそうじゃなかったんですかね。昔はもう関係なく泳いでたんですかね、はいはいはい、やっぱそういう事故が何回かあるとあかんって、なんか言われるようになるんでしょう、ね、一回ね。なるほどね、はい、D は泳いだりするんですか。いやでも海で泳ぐっていうのがその、うん、なんて言うんだろう、やっぱりその例えば県外から来る人は、うん、あ海だって言って積極的に海行くじゃないですか、うん、沖縄の人は、まあ、僕が沖縄の人の一般的かどうか分かんないんですけど一般的だとしてそんなにじゃあ海に泳いで行こうかみたいな感じでは海に行かないかなと。そうなんですよ、僕もこっちね2年前から移住して泳がないですよ、1年に1回行くか行かないかですね、はい、やっぱまず暑いしね、日焼けして火傷するし、で海やったらベタベタするからプールの方がいいんですよ、はい、プールの方やったら行きますけど、ただもう大体沖縄人の感覚はあのビーチパーリーするしか思ってないから、パーリーね、パーリーね、バーベキューね、パーペーピーゴ、そっちで、海はもうバーベキューするもの、そうそうそう、バーベキューはよくやっておられますわ、僕もやったことあります、大体ね。ここの近くの何やったっけ、なんとか公園、ババ公園っていうところでやりましたね、はい、茶壇のね、方の向こう側ね、そうなんですね、あパーリーピーポーになるかどうかかどうか、海はね、そういうことですね、何になんか連呼したのか分からないのか、僕には全く分かりませんけどね、パーリーいいねって AKB さんとか皆さん言っておられますからね、そういいですね、はい、で味噌煮込みスキースキーさん、手前の SP 風な方、どこかの番組でお会いしたようなということなんですが、一緒にやってますが、そうですよね、これ完全に SP ですね、あの髪型がね、あの完全に SP ですね、ケビン・コスナーかっていうぐらいのね、何件か来てるんですよね、SP 風って、いいですね、SP。今日はSP 風のエコザイルさんは、ね、あの作業服と服というかお仕事着でね、そうあの来ていただいているんですが、あの今日はどうされちゃったんですか。どうされちゃったの。もう見ての通り仕事ね、あの本当に運送をやってるんですけど、はい、まあ荷物がないので、うんうん、あまあまあね、今日は。うん、早く終わろうかなという、それいいこと。だから、こうなってます。そうよ。僕はあの売店でここのね売店でお会いしましたけど、エコさんって気づきませんでしたからね。あの吉江ちゃんに言われるまで。そうそう。服装が違いましたからね。たたずまいがね違ったんですけど、なんか明日もこの格好で来ていただくとまた雰囲気がね。また面白いですけどね。そうそうそう。あのこの4人はですね、明日火曜日、毎週火曜日夜10時からナイトバレージっていう番組、車と音楽の番組やってるんですけど、このメンバーなので、でぜひね明日の夜も聞いていただきたいと思うんですが、そうそう、何が言いたかったんだっけ、忘れた。頭がだいぶパーリーパーリーになってるんですけど、海の話です。いいんじゃないですか。まあ、そんな感じでね、はいはい、楽しくいきたいと思うんですが、おすすめの海っていうことなんですが、はい、D はどこに行くの、海行くなら、見るなら、でも見る分に関しては、やっぱり北の方がいいんですけど、やっぱりそれこそ遊ぶっていうんだったら、それこそ今目の前にあるトロピカルビーチが一番ですかね。なるほど。那覇からも力も近いですし、はい、遊ぶならやっぱりここのトロピカルビーチが最高ということですね。バーベキューとか、それこそ僕の時数年前、4、5年前ぐらいは見たことなかったんですけど、セグウェイだったりとか、こういう乗り物とか、アトラクション的なものが結構増えてて、ここだとそれこそ2日続けてバーベキューは今日して、でちょっとレジャー的なものをやってっていうのにできるのかなのかなと。なるほどね、バーベキューいいですよね、これどこでバーベキューするんだろうか。あのそこの売店のところにですね、バーベキューセットっていうのが置いてあって、バーベキューする方、この後私たち5時までいますので、ぜひね声かけていただいて一緒にね、あなた食べたいと飲みたいだけでしょうが。やっぱ海って
って言ったら私泳ぐっていうよりも、うん、あのの飲むっていうイメージなんですよ。ビール開けるっていうイメージで。お酒飲みやからね。かねかまあ、単なるアル中ですからね。でもそれこそそのお二人、うん、県外じゃないですか、うん、の方 の, その海に対する感覚ってどうなのかなって思って、あの沖縄での海ではなくて、うん、その県外にいる時の海っていう。あ、うん、どんな感じですか、うん、あの質問の内容が、うん、あれなんですけど、え、どういう意味、え、僕らから見てっていうこと、はい、はい、例えば海に行こうって県外の人が思った場合、うん、例えば、あ、でもキャプテンの場合は奈良なんで、多分、海がないんですよ、奈良は、奈良は海があるところに行きますよね、うん、それこそ和歌山とかですか、いや、白浜とか、泳ぐんやったら和歌山の白浜とかね、はいはい、で、神戸にも須磨っていうところがあるんですけど、はい、まあ、まあ、とても、ここのように綺麗じゃなくて、うん、もう本当に汚い海って言ったら失礼なんですけど、なんでね、まあ行くんやったら白浜でしょうね、はい、白浜、串本、うん、と和歌山の、うん、はい、方になりますけどね、まあどうなんでしょうね、僕らは見に行ったらバーベキューっていう感覚はあまりないですね、うん、ないですね、バーベキューは川でします、あ、吉野、奈良は吉野川とか結構いい川があるの で桜も見れますから、確かに、まあどっちかというと桜花見の時とか、うん、まあそういう時にバーベキューはしますね川とかで、はい、海でバーベキューをするとかいうあれがないです ないですね、あと奈良県民は海がない県なので、海なんかに走ると行くと事故しますから、まあ、海のことを知らないから、さっき僕が言ったみたいに泳いでしまってそこが見えないとか、やっぱり親御さんたちがやっぱ危険と、海は危険と、ということでね、僕はあまり海に行った記憶はないですね。だからこそこの沖縄にね、高校時代に、なんだ、修学旅行で来たんですけど、はい、その時にこういうとこでね、将来移住できたらいいかなと思ってそのまま来ちゃったということになりますね、なるほどね、はい、海もねいいですけど、キャプテンはねブルーシールのアイスがダイスが大好きで、そうなんですよなんで俺の代わりに言うと思う、やっぱ言っとった方がいいかな、そうそう、その時にまあ高校時代の修学旅行に食べたね、ブルーシールのアイスが、うん、味がね、忘れられなくてね、うん、これを毎日食べたいと思って来たんですけれども、うん、まあ来た当初は毎日食べてたんですけど、ね、まあ今は1週間に一遍でええかな、まあでもね、大変美味しいアイスクリームですのでね、本当本当、私も県外から来て、はいはい、ブルーシールのアイス、ね、うん、D の質問は海はどうかっていうことで、いつの間にかアイスの話になってるんですけど、ブルーシールのアイスは本当美味しいですね、はい、やっぱり私たち福岡なんですけど、うん、福岡とかだとサーティワンとかね、あ、そうだね、そうそう、あとはコールドなんとか、何だっけ、ストーンですか、コールドストーン、ね、うん、とかを結構こう、うん、食べたりするんですけどブルーシールはまた違いますよね、沖縄のその紅芋とか、ね、いろいろサトウキビとかね、ああいうのがまたね、沖縄らしな、うん、らしくていいし、うん、美味しいし、うん、私さっき番組始まる前に、うん、そこの売店で期間限定って書いてあって、キャラメルプディングっていうアイスがあったんで、うん、もうこれ期間限定やと思って早速食べて、うん、今日のズボンに落としました、あ、ちょっと白いやつだ、いきなりですからね、そうそう、いきなり落としてここ来ました、いやでも本当に沖縄ね、いいなと思ったんですが、うん、ですが、うん、海ね、私じゃあ海はどうかって言ったら、福岡は結構海も山もあるんですよ、はい、で海も山もあって、うん、両方恵まれてるんですけど、うん、海はどっちかって言ったら、その百道浜とかですね、うん、糸島って言って、うん、結構福岡の海って言ったら有名なところってあるんですけど、うん、自分では綺麗だって思ってたんですけど、うん、沖縄に初めて来て思ったのは、うん、福岡の海はね全然汚い、綺麗だと思ってたけど、うん、沖縄の海を見たら、うん、もう福岡でね帰って泳ごうとはちょっと思えないですね、めちゃめちゃ綺麗です。糸島っていうのはもう本当にみんながそれこそバーベキューしたりとか、うん、すごくみんなが好きで糸島って福岡の人は言うんですけど、うん、沖縄に来てしまったら、うん、やっぱり沖縄の海綺麗だなと思うし、うん、沖縄の人はここら辺はまだ地元の人はとか言ったり、うん、ここは泳がないよとか、まだまだこれより綺麗なとこあるよとか言って言われるんですけど、うん、もうそのレベルで十分綺麗、ですね、だからやっぱり海、やっぱり沖縄に来ると目が肥えるというか、うん、いいなっていうふうには思いますよね、うん、だからこそここの海はおすすめっていうところをね、また教えていただきたいなっていうふうに思ってますね、ぜひぜひ、まあでも、うん、僕なんかはね、うん、やっぱり、うん、まあ、沖縄に2年住んで、まあ、最近九州とか行くんですけど、うんうんうん、今おっしゃったみたいに
やっぱり沖縄の海は特別ですね、うん、やっぱあの遠浅なんでね、うん、あの透明度がとか違うんですよね、うん、でまたあの宮古島のね、うん、あのエコさんのねご出身の宮古島の海なんか見ると、またこの沖縄の本島よりも、うん、あの遥かに浜辺がのね砂が白いですし、うん、あの透明度が全く違うんでね、うん、まあ、ぜひぜひ皆さんね、あの沖縄本島だけじゃなくてね、うん、本土の方たちはですね、うん、いろんなところのところに行っていただきたいなと思いますね。あの、うん、いろんな離島ありますからね、西表島もありますし、石垣もありますし、うん、はい、今橋つながって伊良部と、はい、うん、そうですね、伊良部も行けますからね、本島から行って、はい、であっち行ったらもうまた浜も綺麗だし、そうですそうです、通り池というところも珍しいので、そうですね、本島もあの元部って言って、あの北部の方にね、うん、あの中部から北部にかけて行けばまだ行けるんですけどね、うん、あのね、うん、あの綺麗、うん、まあ名護なんかでも綺麗ですし ね、はい、そうですね、まあ、ぜひそういうおすすめのビーチ、また泳ぐなら海派プール派ということで、皆さんの意見ね、ぜひ聞かせていただきたいと思います、うん、はい、さあそれではここでもう D の大好きなナンバーをね、はい、そろそろかけたいと思うんですが、はい、海といえばこの人、この人ですね、うん、あ、そうですね、はい、あ、僕は曲紹介いたします。もうぜひ、もう DJ 風に巻き舌でお願いします。オーライナウ。おいいな。それでは参ります。松戸彩由美で真夏の夜の夢です。どうぞ。
さあ今日は一発面白いことを言おうかな。そろそろ、はい、盛り上がっていくのが後半にかけて盛り上がってようやくトップギア入ってきた。あ、トップギア入ってきましたね。さっきまで寝てましたからね。はい、うん、モニター1回入ります。はい、さあ時刻は4時41分に今なったところです。そうです、これ流れてるかな、はい、大丈夫ですね。はい、はい、キャプテンにマカディマカチョーケ、今日はやらあゆみちゃんがお休みということで、うん、私が急遽代役なんですが、うん、今日はどこやったっけ、あ、トロピカルビール、どこやったっけって。あなた最近関西人になってるんじゃないですか。トロピカルビーチからもう、うん、ね、頭のおかしいよしえちゃんとぼーっとしてるキャプテンがお送りしておりますけどね。そしてね、はい、今日はキレキレのまたね D と、そうですよ、エコザイルさんと、そうですよ、ね、僕らがもうボロボロですから、あの D の D も今日しっかりしてるし、エコさんがこうね僕らのフォローをしていただいて、ね、はい、天の声で、ね、天の声でね、今日も活躍していただいているんですけど、はい、で D がね、あの曲振りをね、言うね、ユーミンお願いしますって、オーライって言ったのがね、なんか、ま、あの福山雅治かな、雅治かなと思いましたけどね。本当にオーライみたいな感じ、覚醒してるな、してるな、そうそう覚醒してる。今日はね、休日ということで、みんな若干、ね、若干ね、客、なんか、なんかもうだらけてますね、完全にね、はい、なってるんですが、はい、今日はですね、うん、おすすめの、うん、ビーチを教えてということで、うんうん、また泳ぐなら海派ですか、プール派ですかということで、うんうん、メッセージ、メールいただいているんですが、うんうん、ここで、さっき来ていただいていただいてたんですかね、そうですね、ファンの方ね、おかしな銀のトロンボーンさん、うん、メッセージ、はい、メッセージもいただいて、ありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、皆さん。今日のテーマおすすめの海、元部の、海洋博公園の園のエメラルドビーチの近くのペンション、ビーセーザーキの隣の、はい、うん、すごいですね、読んでもらおうかな、ビーセーザーキの隣のイチャンダ、うん、イチャンダ、まあ、ただっていう意味ですね、イチャンダビーチ、うん、砂浜の幅が広く横にも長いです。あと、ナキジンソンの与那峰にあるホワイトビーチ、与那峰長浜もいいですよと来ておりますね。はいはいはい、なんか道を聞いて、こっちに行った交差点を右に曲がって、右に行ったら左に行ってみたいな感じの、あれでしたけども、はい、非常に分かりやすく、そうそうそう、はい、なるほど、言っていただきまして、トロンボーさん。知ってます、はい、皆さん、ここの今言われたビーチって。通ったら分かるかも分かんないんですけど、はい、まあ、ちょっとマニアックなあれじゃないですかね、うん、いいところっていうか、そうね、そういなんか沖縄って、沖縄ってそういうとこ多いですよね、うん、多いですね、浜の茶屋とかね、南の方にあるとこなんか、うんうん、行きにくいとこにあるんですけど、うん、まあ、座ったら、ちょうどカウンターに、こういう感じの、今の、このスタジオみたいなカウンターになってて、うん、まあ、ここから海が見えるという、うん、まあ、喫茶店が軽食とかも置いてるんですけどね、うん、あるんですけど、そこは内地の方とか、ルルブとかね、ああいう沖縄の、雑誌とかには必ず載っているところであるんですけど、うん、まあ、ちょっとまあ、どうやってんですか、よく言うじゃないですか、出てけへんわ、なんて、あれ、あゆみちゃんおるぞ、休みだと思ってたのに、隠れ家的な、隠れ家的なやつがね、うん、あるんですけどね、なるほど、うん、まあ、そういうこうプライベートビーチとかね、隠れ家的な海っていうのは、うん、ちょっとね、知ってるといいですよね、うん、そうなんですよ、こうやってみんなでワイワイ楽しくビーチでね、遊びながらっていうのもいいけど、ちょっとそういう海とかでね、うん、貸し切り状態な感じの海でね、ぼーっと過ごすのもね、またいい、うん、またいいですよね、うん、僕はずっとぼーっとしてますけど、ね、今日はね、放送始まってしまって、割と若干オフモードのキャプテンなんですけど、うん、今日祝日や、うん、祝日やからね、そうっていうことなんですが、そろそろ、ね、トップギアに入ってきて、うん、でもう番組ね、あと少し15分ぐらいで終わるんですけど、うん、今の段階でようやくトップギアにね、入ってきだしたということで、うん、もう今からのキャプテンはね、マジ面白いらしいです、何のあれやねん、圧力かけとかんとね、キャプテンがあと15分ぐらい頑張ってもらわないといけないので、面白い感じでお願いしますね、はい、はい、泳ぐなら海派、プール派ということで、ちょっとこの辺も聞いていきたいなと思うんですが、エコさんはどっち派ですか、はい、泳ぐなら海派、プール派、自分はもう海ですね、プールだと逆にちょっと沈んでいきそうな、気がするんですよ、そうなんだ、さすが沖縄人、なんとなくね、キャプテンはやっぱりプール派、プール派ですけど、まあ、基本引きこもりなので、家派です、はい、家派、室内派です、まさかのインドア派か、そうです、クーラー派です、クーラー、僕年中かけてますから、クーラー、もうね、はい、そう言っ
ともう話が終わってしまうんで。あ、そうか、すまんな。じゃあのキャプテンは番外編のお風呂派ということで。あ、そうそうそうですね。でもお風呂も、はい、お風呂も使ったりするんですか、じゃあゆっくり。いや僕シャワー派ですよ。ほらもう話が終わった。全然泳がない。シャワーって聞いたらなんか体今日汗ようかいたからかいたからかゆなってきてね。じゃあ帰りもそこら辺にこうジャボンって使って、うん、使ってシャワーでもね浴びて帰ったら。そうですね。いやシャワーじゃなくてもうそれ使ってますからね。完全に完全にハマってますからね。そうなると。はい、ねえ、うん、じゃあ D はどっち派ですか、うん、ですか、うん、やっぱりその泳ぐっていうのだと、うん、もうがっつり泳ぐっていうんだったらプールですかね。もうそのスポーツ的な、うん、的な意味での泳ぐっていうんだったらもう断然プールなんですけど、うん、海はどちらかというとパチャパチャしに行くみたいな、うん、はい、それ分かる分かる分かる。まあ泳いだりもするんですけど、うん、それこそそう例えば学生でプール代をケチってだったらちょっと遠くの海行こうよって言って泳ぐとかで海来るってことはあるんですけど、うん、まあその市民プールでお金が払えるっていうのを前提にしたらプールの方が断然いいかなと。海はパチャ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 遊ぶっていう感じですね。よく若この間も言ってたけど若く18歳選挙行った時でも18歳ぐらいに見られるんでしょ、うん、はいはい、ほなもう、うん、君が泳いでたらなんか学生がねなんかこうなんか遊びに来てなんか泳いでるような感じになっちゃうんじゃないですか、まあ、そのかもしれないですね。そうでしょ、まあうんうん、まあ、夕方6時ぐらいになったらもう早帰りやって言ってこう周りからこうお父さんとかお母さんから言われたりとか、うん、ありそうな感じはしますけど、ね、なるほどね、うんうん、私はどっちかって言ったら、うんうん、このね海の日、まあ、海すごい好きでっていう風な話をしてたんですけど、うんうん、プール派なんですね。うん、そうそうそう。それその心は？あの日焼けが嫌なんですよ。ああ色白いもんね。あのどちらかと言ったら、うん、もう海に行くなら、うんうん、ほんとサンバイザーみたいなのをして、あのタオルも巻いてガッチャマンみたいなね。ガッチャマン分からへんね。若い子はガッチャマンね、ちょっと分かんないんですけど、うんうん、それは皆さんね、ツイキャスでご覧の方も見ていただいたらいいですけど、うんうん、吉江ちゃんはもうしつこく色が白くてね、あの仕事の時でもあの壁紙が白いところとかいたらもう見つけられませんからね。はい、まあ、それその子ばりですね、はい、あの本当に、うん、分かんないけど、よく見ないと、そうそう男子のこのおっさんには見えない。今見えてますか、大丈夫ですか。眩しすぎて見えない。あ、それでサングラスしてるんですね。そう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 。私はね、あの見るにはサングラスかけないと見えないっていう、はい、まあそれはどうでもいいんですよ。全然トップギアなってんやろ。ね、もっとグイグイ来てくださいよ、キャプテン、本当にね、はい。でもどっちかって言ったらこう、うん、海ってこう照り返しとかがすごいじゃないですか。だからちょっとやっぱり海泳ぐとなると、ね、そうなんですよ。ちょっとこう抵抗があるかなという感じで、でしかも私日焼けすると真っ赤になって、もう腫れ上がって痛いんですよ。タコみたいにね。タコみたいにね。えらい、そこだけ力が入って。そうするタコみたいにね。人を気なす時はもうしますからね。なんか私は悪いことしました。いや、そんなことないですよ。いつも感謝しております。ありがとうございます。はい。で、そういうのもあってね、プールの方がどちらかといったらいいなと思うんですが。まあ女性はそうでしょう。でもさっきね、子さんも言われたんですけど、どっちかって言ったらこうバーベキュー、とかするのはやっぱり海がいいなと思いますね。なのでこう私もどっちかといったら泳ぐならプール派だけど、あの海を満喫するというか、夏を満喫するならやっぱり海、でちょっとこう足とこう足つけたりとか、バタバタしながら足ちょっとつけて、あとは焼き物焼いて飲むみたいなね、感じがいいなというふうに思ってるんですが、みそにこうミスキーさんはですね、泳ぐならプールかなと、海は足は足だけ入れる派、俺と一緒やねん、でも海の方が好き、どっちやねん。いやでも俺これに近い、多分みんなそうじゃないですかね。そう、僕同じ、これ同じです、はいはい、今ちょっと持っておられる、そう吉野さんが持っておられるやつね、今日ここの、売店にもあれにもありましたけど、トロピカルビーチの、そうなんですよ、やっぱりあの売店に置いてあって、危険生物とかね、そう危険生物っていうことで結構知らずに触ったりとか、ね、あの珍しいから触って、思い出した。何？あのね、ダイバーさんいるでしょ、はいはい、スキューバーダイビングする人、あの人らが免許取るときに一番最初に教わるのはこのことらしいです。あの海の危険生物は何か、はい、ということを教わって、で、まあ、免許を取得されるということですね。皆さん海蛇からね、クラゲね、こっちだったら大きなね、ハブクラゲとかいますから、
ハブクラゲ、そうそう、今出たハブクラゲなんですけど、うん、案外こう刺されたら酢をかけるっていう風に書いてあるんですけど、対処法ね、まあ、いろいろある、原始的な、そうそうそう、酢をかけるって書いてある、しかもたっぷりかけるって書いてあるんです。これはサンバイズの方がいいんですかね。サンバイズの方が3倍治るのが早いとか、そういうのがあればいい、面白いんですけどね、うん、そうですね、はいはい、まあ何でもいいじゃないですか、要は酸やったら、酸やったらサンポールとかかけてもいいんじゃん。酸とかけみこ、酸でしょ、あれサンポールかけたらいけるんじゃん。サンポールでトイレの掃除のやつ。あ、そう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 、うん、それはまた皮膚までいっちゃう。皮膚までいっちゃうか、そうか、そうか、ね、なので、うんうん、何でも酸ものかければいいってもんじゃなくて、すごい、なんか俺す、ね、まあ、すごい叩きのめされたけど、まあ、酢をかけてくださいということで、酢はその時ね、サンバイズでも寿司でも寿司酢でも何でもいいんで、酢はね、うん、ね、やっぱ殺菌あるんでね、うん、そうそうそう、ね、お酒もいいんじゃないですか、青森なんかも、そっか、アルコールとか高いやつやったらね、消毒にも何にもなるかも分かりません、そうですね、ぜひ海に行く時とか、まあ山もそうなんですけど、海もね、山もやっぱりいろんな生物とか植物とかありますので、うかつにね、触ったりっていうのはね、されずに、まあ、安全に楽しくね、楽しんでいただきたいと思うんですけれども、ね、はい、うん、ぜひ皆さん引き続き海派、プール派ということで教えていただきたいと思うんですが、うん、はい、なんかいいですね、ですね、男性陣は特にいいんじゃないですか、水着の女性もね、いっぱいいますし、もう燃えてまうな、ねえ、ほんと皆さん、あれですな、やっぱりこっちは、向こうではね、そんなあれですけど、うん、内地の方ではないですけど、うん、こっちの方来られるとやっぱ開放感が、この沖縄のね、綺麗な海で開放されるんでしょうね、うん、そうですよね、ビキニの方が多いですから ね、はい、なかなか、でも今サンガード、ラッシュガードっていうんですか、はいはいはい、あれ流行ってますね、流行ってますね、ビキニのね、上にこうね、ラッシュガードという形でね、まあ一応さっき言ったクラゲとか、そういうのからも逃れられますしね、ですね、はい、うん、安全ですよ、うん、サンゴで手切る人も多いですからね、サンゴが綺麗やと思ってこう綺麗になるんで、そうです、本当裸足で本当に本当入るよりはちょっと、そうなんですよ、海用の専用の靴があるんですよ、ね、あるんで、はい、それで入ってた方がいい、はい、そうなんですね、うんうん、なんか結構海って聞いてわーっとね、開放感あふれてバーって楽しくて行ってしまうけれども、うん、案外そういうところにも危険が ね、うん、そうですね、あるんですね、はい、そうです、なるほどなるほどなるほど、うんうん、まあそういうのも気をつけて、僕がお守りしますよ、はい、僕が、はい、かわいこちゃんたちを、はい、子猫ちゃんたちをね僕がお守りしますんでね、うん、なんとも、はい、ノーコメントでね、いきたいと思うんですけど流すか流しとこうかなスルーされてるからね、うん、まあ本当に今日はですね、リゾート感たっぷり海からね、お届けしているマカチョーケなんですけれども、うん、あと3分ね、あと3分ね、はい、早いですね、うん、この番組ね、うん、実は先ほどもちょろっと言いましたけれども、はい、今日の月曜日4時からの放送は、うん、これで最後ということで、お引越しさせていただきます、うん、そうですね、今までは宜野湾のみで、うん、放送やったんですが、うん、土曜日の、うん、夜10時から、はい、1時間、うん、同じ1時間なんですけど、はい、FM 小里と同時放送で、はい、毎週土曜日に、はい、放送、お引越しということで、うん、大事なところで噛んでるんですけど、うん、させていただきたいなと思ってます、はい、今日は、初めてで最初で最後のそう、はい、トロピカルビーチでの放送ということで、ねうん、なりましたが、はい、皆さんぜひ聞いてください、はい、うん、聞いていただきたいと思います、はい、どうでした、うん、初マカチョーケお外に持ち出しバージョンは、まあ、でもこういうのも本当にありかなと、うん、たまにちょっと違ったことするとまた全然違った雰囲気で、サザンブリーズが帯番組ということで、はい、いつもこの番組、うん、ここのビーチからお届けするそうなんですが、うん、それ以外の番組ではこのマカチョーケが初ということで、うん、持ち出し番組ということでね、また FM 技能はもう思い切ったことしました ね、ほんとバケたバケたバケた賭けに出ましたね、本当に、はいはい、まあ、それがね当たったとね、皆さん思っていただいてると、チャレンジャーですね、やはりねそういうとこ好き、そう私も好きですよ、はい、これからもねマカチョーケガンガン攻めていただきたいと思うんですが、まあ、ね、ゆるい感じでね、はい、エコさんどうでした今日お外の FM は、はい、そうです ね、いや自分も本当こういうの自体初めてなんで、うんうん、ただリスナーとしてねちょこちょこ観覧来るのはいいんだけど、うん、こうやって出るというのはまた違ういい意味で、リフレッシュなるというかね、ね、いい
いい意味でできたのかなって。そうね、やっぱりこういうサテライトスタジオっていうか、いろんな方のねこう顔を見ながらというか、うん、ね、ちびこちゃんがいたりとかね、男性、女性、女性、いろんな方がいて手を振ってくださったりね、遊びに来てくださったり、うんうん、まあ、最初からね最後まで聞いてくださったり、まあ、いろんな方がねあのいらっしゃるんですが、そういう方を見ながら生放送するっていうのもね、またすごく楽しかったですよね。はい、ということで、はい、この後、来週、今週末の土曜日にお引越し、しますので、はい、ぜひ皆さん、マカチョウ系、お引越ししてからも、夜のマカチョウ系も、お楽しみいただきたいと思います。はい、それでは、また来週。また来週。また違う、今週土曜日。また今週土曜日。はい、ということで、おおきに、ご注意おおきに。